伝えします。客待ちか。いや、お前らを待ってたんだ。ちょっくら確認したいことがあってな。あんたの母親はイファルナって名前じゃねえか。そうだったら。その通りなんだろう。俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる？元気か？もう、いないの？いや、俺はパイロットになりたくて神羅に潜り込んでよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子あんただよな。多分。あんたこれくらいで、で俺はこんなもんかい。あんた、エアリス。エアリスよ、俺にできることなんかねえか。力になりたいんだ。え、突然。うわ、下心なんてないぜ。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくれ。力になりたいってんならただでよ。ちゃんと払います。いや、俺のおごりだ。そんじゃ、飛び立つ準備ができたら声をかけな。お、行けっか。さあ、乗った乗った。増えたか。お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは逆らぬ因縁がある。私も行く。どうすんだ。俺が蹴落としてやろうか。俺たちの邪魔をしたら切る。ほな、どうぞ。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。エアリス。はい。
カルナは何で病気だ。もともと弱っていたの。そして私逃がそうとして頑張りすぎた。きっとそういうこと。そうか。じゃあ本望だ。そうかな。そう思って元気に生きろい。それが何よりの親孝行だ。うん、そうする。そういやラジオで聞いたぜ、部隊が動き出したんだろ。また戦争だな。ミッドガルがぶっ壊れたってのに神羅もたまんねえだろうな。自業自得。でも戦争は怖いな。うん、悲しいこといっぱい起こる。戦争とセフィロスは似てるね。あのですね、皆さん、もし本当に戦争ってことになったら移動が規制されてまいりますからね。行きたいとこがあるんやったら今のうちに行っといた方がいいかもですね。何だ？ねえシド、これって。待ってる。俺様に任せてドーンと構えてろ。シド、心配すんなって。整備俺様、操縦俺様、買ってきな。ドーンと構えてろ。よっしゃ、これでいけんだろう。へへへ、旦那まんや。でも、翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男、シド・ハイウィンド様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行くか。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海、そっから先は行くのですな。よし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソルお願いします。アイサー、全速前進。ケットシ、今のうちにキーストーンの話を。あいら、20年ほど前の話なんですが、とある骨董好き社員が会社を説得して、コーコの館という博物館を建てたんです。記録によると、そこにキーストーンが保管されとったみたいですね。ゴールドソーサーにあるんじゃないの？まあまあ、最後まで聞いてください。そのコートの館が、そりゃもうとんでもなく気に入って、すぐに閉館になってしまって、
その警官のごさくさにまみれてキーストーンが消えたっちゅうわけです。やっぱりないんだ。手がかりはないな。元艦長に聞けば何か知ってるかもしれません。リオだ。お、やけに詳しいな兄ちゃん。シャレヒョウそこそこ艦長からの降格で飛んずり落ちたリオハンがゴールドセンサーを企画して延長まで上り詰める復活劇。これは死んだドリームの一つですわ。おいシド、あんたも信頼の関係者だ。今でもそうだね。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。俺たちは反信頼の旗を掲げているんだ。それを言うなら俺は反権力よ。誰だろうと上から何か言ってくるやつが大嫌いだよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。ってな。飛びてえな。ジョニーの怪我治ったかな。シーサイドジョニー繁盛してるといいね。どうだか、おさんくさい儲け話に虫食らえて一人やりてんじゃねえか。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。っとあれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。だシド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくるから。ついてっていいか。もちろん。エアリスはいつも返事がいいな。おい、よろしく。あれ、ヴィンセントは？あっち。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。俺のことか。それってねえクラウド、ちょっと見せて。塩の香り。それもずっとずっと古い海の香り。わかるか。うん、じっちゃんに聞いたことがある。大昔、世界の中心が海だった時代に海賊たちの戦争があったんだ。あ、ほら、射的ゲームのパイレーツランページ、あれの元になった物語だよ。クラウド、聞きたい？ああ、そうだな。昔話なら任せてもらおうか。まだ飛行機や列車が影も形もなく、船が世界の主役だった時代の話。
とある海に魔物を船員として従える異色の海賊がいた。その海賊は壮絶な海賊戦争を勝ち抜き、海原を血で赤く染めたという。全ての海域を手中に収めた海賊はいつしか海賊王と呼ばれるようになっていた。海賊王は死の間際、自分が所有する宝の中で最も大切なものを4つに分けて封印したと言われている。秘宝の守護者である魔物と共に、この地図には海賊王が隠した秘宝の在りかが記されているようだ。そして今、秘宝の封印は解かれた。眠りから覚めた海賊王の軍勢が相手だ。秘宝を手に入れるのは容易ではないだろう。しかし、だからこそ。すっごくワクワクするよね。預かったコレクションは大切に保管させていただきます。ジェニーさんのお友達のコレクションを借りて展示してるんだってさ。珍しいアイテムが展示されてる。見違えたな。立派になったもんだ。前の宿も味があったが、泊まるなら断然こちらだな。名品コレクションも後で。あ、おすすめ撮影スポットを見つけてくれたんですね。ありがとうございます。おめでとうございます。新鋭の写真家に認定されましたよ。あなたの類稀なるセンスはフォトクラブでも話題になっています。これからはアーティストとして独自の作品を生み出していってください。シーサイドジョニー、ジョニーさん、いいマテリア入ってますよ。コスタ特製のアクセサリー、どうぞそれ見なさい。コスタ一番の道具屋は、船長よりお知らせです。これより海です。突然の高波にご注意ください。てか勘弁して。はい、
は小型艇だ。大航海なんてのは無理だからな。そこんとこよろしく。飛んでけ！
Shoot!
Thank you.
邪魔だ。
調子に乗るな。
誰が頼む。よし行くぞ。任せた。やったるで。